Linux ソフトウェアマップは Linux で動作するソフトウェアの使用を記述するための標準的なテキストファイルである。またはこれらのファイルから構築されるデータベースを指す場合もある。拡張紙は LSM である。LSM は Linux で動作する新しいソフトウェアのリリースをアナウンスする標準的手法の一つである。ソフトウェア配布サイトや ソフトウェアコレクションを収録したスンシテなどの FTP サーバー上にあるソフトウェアと同一ディレクトリに配置される場合が多かった。もし、プログラムを後半に配布することを意図するならば、LSM は、プログラムの使用を通常ソフトウェアパッケージ名前。LSM という名前のテキストファイルに記述する。このファイルは、begin4 というワードから始まり、end というワードで終了する。 各項は一つのフィールドを成している。フィールド名は、各項の開始から一つのコロンまでの間の文字列となる。次のフィールド名は必須である。タイトル、バージョン、エンタード、デート、ディスクリプション、オーサー、プライマリーサイト。この例は、通常書かれるであろう、LSM のブランクテンプレートである。ビギニオン、タイトル、バージョン、エンタードデート、 ディスクリプション、キーワーズ、オーサー、メインテインドバイ、プライマリーサイト、オルタネートサイト、オリジナルサイト、プラットフォームズ、コピーリングポリシー。エンド LSM のエントリーを集積したデータベースは、ある特定のタイプに当てはまるソフトウェアが、インターネット上のどこにあるかを探すために利用される。そのようなデータベースは、幾人もの人々が所有している。 ジェフ・コップマニーズ、ラーシュ・ワイアッツェニュースは、しばらくの間メンテナンスしていた。現在では、アーロン・シュラブと少数のボランティアが管理している。データベースは、完全にダウンロードできるものもあれば、ウェブインターフェースを利用し、情報の一部のみを引き出せるようにしたものもある。2011年時点では、フロスのリリース時にこのファイルを見かけることは少なくなった。 その理由にはいくつか考えられる。リリースがメーリングリストに流れたり、開発ホスティングサイトのニュースリリース、RSS フィードによる配信など利用者の側では様々な検知手段がある。ソフトウェア開発プロジェクトが Git やサブバージョンなどの開発、ソースコードレポジトリを所有している場合、新規リリース時にはコミットのプルとコミットログの内容を読むだけで、 済ませられる。エンドユーザーにとっては、多くの Linux ディストリビューションが DP、DPKG AP、APT や RPM、YAM など、パッケージ管理システムとパッケージアップデートシステムを、標準搭載しており、ソフトウェアを必要とする場合、まずはディストリビューションに収録されているか検索する。メジャーなソフトウェアの場合、大抵含まれており、そもそもアップストリームのリリースをまともに知るケースが、 少なくなってきている点がある。パッケージ管理システムによるソフトウェアの記述事項は、概ね LSM でカバーする範囲よりも広く、検索手段も Web インターフェースだけではなく、CLI ツール、GUI ツールで検索可能な場合もある。特定のディストリビューションでは、独自にアップストリームのリリースを検知できる仕組みを持っている。デビアンでは、デビアン、 ウォッチファイルとスカンプログラムによりパッケージメンテナーは即座にソースコードのアップデートを検知できるようになっている。ありがとうございます。